この世から虫が呼んなくし第15です。ご視聴ありがとうございます。ジョン・トラビス・ガズラだ。この動画ではガズラツヤカ型のリアルな作り方がわかります。中国からのお知らせ、試作や練習で彫った折り紙をヤフオクで販売しています。気になる方は動画説明欄からどうぞ。このチャンネルでは厨房オリジナルの新作虫折り紙動画を週1から2回アップしております。虫好きの方、折り紙好きの方、チャンネル登録ぜひお願いします。周りのお友達にも宣伝してくれたら嬉しいです。てなわけで、ガズラツヤカ型、厨房と一緒に作ってみようぜ。厨房からのお願い、 YouTube を見るときはお家の人に声をかけて部屋を明るくして離れて休憩と水分補給をとってハサミに気をつけて小さいお友達は大人に頼んでください。最後まで聞いてくれてありがとう。今回もリクエストありがとうございます。好きな色の折り紙2枚用意してください。ハサミテープも用意してください。頭から折っていく。色付き流し角から折っていきましょう。今回ガゼラ強いクワガタということで、あんまり有名な強くは方はね有名だけど、あんまり有名な、でもガゼラって言われたら あれかってなる、そういう感じですよね。ガゼラってね、そういうね種類もそんなに有名じゃない種類もね厨房作っちゃいますから、まあ言うだけ言ってみてください。銀すごい指紋がつくな。白三角置いてください。色付きの四角に折り線を使って閉じてください。すごいな、指紋四角に閉じれましたら真ん中に向かってこちらの方向で三角4回やっていきます。よいしょ。はい、裏も折っていきます。内紙付きの折り方です。でもね、そんなめっちゃ難しい感じはしなかったですね。ブルマイスターとかね、他のやつに比べると、アルキデスの長子とかね、上の三角形で両側に折ってください。あ、この折り方いいんじゃねっていうのがピンときましたね。四角に開きます。折ってて、はい、ここの線めくって倒してひし形にしてください。顎短いのって逆に難しかったりするんですけど、その分ね、なんかこうリアリティに顎の長さがない分傾けられたのかなと思ってます。はい、顎がね短いというか原始形っていうんですか、量子形もあるらしいですけど画像は見つからなかったんですけど、まあ、あのガゼラといえば原始形、まあ、ツヤカワ型はね量子形とか顎が中ぐらいのとか中子かありますけども、はい、中の三角形を下に持ってください。持ったらめくります。面を変えます。はい、面を変えたら折り下げます。折り下げます。折り下げたらここの線に合わせて斜めに折ってください。折り返します。折り線に合わせて折り返してください。から開いて別な方向にも斜め折りしていただいて折り返します。珍しいですよね、あの長い顎のバージョンがいないというね、強く顎型でもね。こういうのって他にもいいのかな。つまみます。開いてつまんで折り線で折っていきます。山折り谷折りです。だからこのタイプにしてはそんなめっちゃむずくはないのかなと思ってますけど、裏もやります。同じですと思ってってんですけど、どうでしょうね。ツヤクワガタもね種類多いからね、かといってあの違いがあんまりそんなないような気もするんですよね。そこのね違いを出すのが難しいな。住んでるのはアジア、マレーとかそっちです。はい、両方とも折れましたら、そしたらですね、いつも
まあ、こんな風に折ってるんですけども、これだとちょっとね、顎の間が、両顎がちょっとね、間が空きすぎるので、ここの角ですね、ここと、まあ、この辺ですかね、斜めに折って閉じる。でもしあれだな、よくわからんだったら、もう適当に閉じてこう調整したらいいかなと、こんな風に思います。ちょっとね、これ要調整ですね。これぐらいかな。あとでね、ある程度調整効くので、様子見ながらやってった方がうまくいくんじゃないかと思います。左右は一応同じぐらいだと思っていいんじゃないかな。ちょっとね、左右のバランスも違うんですけど、左が必ず大きくなるっていうところあります。はい、こんな風に、閉じれました。ら先を折ります。この先をここに合わせるような感じで折ります。反対も折っててもいいぐらいなんですけど、はい、折ったら開いて折り線で中に入れます。こんな風にしまってください。反対も同じでいいかなと思います。開いて折り線で中にしまっちゃってください。閉じます。はい、両顎で形が違うので、両顎で折り方が変わります。これぐらいかな。山折りします。右側の顎で段折りになるように、こっち谷折りします。ここで段になるようにします。ちょっと長さないなと思ったら、ちょっと調整してもいいかなと。はい、できました。そうしましたら、まあ角を折って、こんな風にね、右顎を作っていくんですけど、できる方はやってみて、難しかったらいいんですけど、ここの角の上側のここをちょっとへこませる、こんな感じかな。でへこませたら、閉じた時にこんな感じですね、形としては。閉じた時にここ角が2つになるように、上から見た時にするとよりリアルかなと。ここの角とここの角を若干ずらして、こんな風にしてあげてもリアルかなと思います。お好みで、できる人はやってみてください。全然1個でもいいと思います。で、この上は上に向かう感じですかね。はい、でこの外側はある程度ちょっと折っときます。角を折ってから一緒にもう一回細く折ります。こうするととんがってるところ、ここが2つ一応へこみのある
こっちとのねガチッとハサミみたいに、ね、はまるような感じになってます。で内側下の方ですねをちょっとへこませる。いいかなと。こんな感じでこの辺をへこませたりしてます、はい、どうでしょうね、伝わったかな。いっちゃいます。次はこちら、角は折っといた方がいいかなと思います。角を折って先を尖らせておいて、まずは今度左側はちょっと大きいところなので先を外側の方が細くなるようにつまんできます。で内側に曲げていきます。こことここら辺でまずこっちで内側で、この辺でも曲げていくと。根元でも曲げていく。この折り線を作ります。ここ外側まず1個折ったら、少し開けて、3ミリぐらい開けて、上側に折ります。こんな感じです。内側を上にこう上げる感じで折ってもらったら、ちょっと折り線緩くしてこちら側を押さえてここをへこませます。へこませて倒します。極端に一回やっちゃった方がいいと思います。ここ持ってこの辺りで押してへこませる。で根元側も同じですね。へこませて大きい内紙を作ります。中にこれで大きい内紙ができて、ここにちょっとこう ラインが入ります。ここがちょっと難しいポイントですね。他は特にないと思うんですけど、外側を折ってと内側に曲げといて、で上に向かってこんな風に折り返すみたいな風に折って、片方を支えてこの尖ってるあたりでへこませて、反対側にね折りながら内側にこう曲げる。で根元側も結びかなと思うんですが、内紙を作ります。ちょっとね凹んでくれた方がいいかな。よ、こんな風にちょっと浮かせて内側に凹ませた方がいいかなと思います。ここにね間がちょっと惜しいんでギュッとしときます。先っちょはちょっと曲げる感じですかね。出てきたらちょっとこう緩めておくと本物に近いかもしれないですね。
ちょっと開いてるかな。寄せましょう。つまんで上に伸ばすような感じで、つまんで、うわ、この顎と顎の間をちょっと縮めておくといいかも。ああ、ちょっとかっこいいんじゃないですか。しかもね、違うっていうね、左右で違うのがかっこいいポイントですね、このクワガタの。はい、一応顎はこれで完成となります。こちらね、裏側に来てもらって真ん中に合わせて細く折ります。はい、前足ですね。折れたら、あ、上に折っときましょうか。この辺りで折り上げ、折り上げます。で、上から見た時にここもちょっとポイントにはなるので、なんかでもやったこうつまむ折り方で、これに関しては外側に斜め折りするんですけども、まあこんな感じでここに合わせるような風でいいんじゃないかな。とこう開くような感じでね、折って上から見えるように調整していきます。上から少し見えるくらいの調整でしてください。でもしね、可能だったらやってもやんなくてもポイントなんですけど、真ん中あたりでちょっとこうしてへこませたりしてもリアルかなと思います。ちょっとね、難しいな。ちょっとこうへこませたりとかしてもいいかなと思います。はい、まあ顎ほんとこんな感じですね。銀かっこよ。はい、できましたら一回切っちゃいましょう。広げて真ん中を切ります。この後ね、胸とかいじって前足作って終わりにしようかな。はい、切ったらまあこうしておきましょう。まずは顎の長さを見ながら胸の大きさを決めるんですけど、頭の大きさ折り上げます。これぐらいな感じで、顎と同じぐらいですかね、長さ的には。頭を決めます。頭決めたら折り返して逆折りしておいて、5ミリぐらい下でさらに折り返しておきます。段折りしておきます。胸を折ります。場合によるけどな、そんなに長くなくていいんで、頭の方がでかいぐらいでいいんじゃないかな。でちょうどぐらいになりましたね。たまたま余ったら折り返しとけばいいです。で、長さを決めてから折り返してしまってます。で、外側頭の横っちょを折ります。顎に巻きつけるような形ですね。折っていって、胸のところはこの角を基準に内側にへこませながら折るといいです。前足が邪魔なので折り上げておきます。はい、どんどんへこませて折ります。こちらもへこませて
います。こんなもんかな。うん、結構ここがキュッとなってるイメージですかね。ただ頭も作っていきます。だいたいまあ顎の大きさに合わせて折り返していくイメージでいいと思うんですけど、先の方を三角に折ります。折って先こっちかな、トゲがあるのでトゲをつまんで作ります。滑る滑る超滑る、手汗とホイールが相性悪いな。あ、つまみます。ここでつまんであげます。はい、こんな風にトゲを1個作ってあげたら、目の下にこういう出っ張りがあるので、まあこっちかな、こっち方向に、こっち方向にひねりながら、頭はちょっと細めに意識した方がいいかも。でここちょっと出してあげて、ここはトゲを出るようになると思います。こういう風にすると、うん、どうだろう、うまくいくかな、折り線次第って感じだな。ちょっとこっちが左側もやってみます。でここと尖らせて真ん中を折って、こんな風かな、トゲ作る、滑る滑る、まあ、トゲっぽくなってればいいんじゃないですかね。で横をつまんでいきます。立てるっていうか、なんていうのかな、つまんでトゲを作って、こう作って、でこいつを後ろ方向なんですけど、下にこう潜らせながらこういう風に開いていく動きでやっていくと、目の下の突起とトゲができるかなと思います。はい、トゲと目の下の突起、眼下突起ですかね、名前は分かんないけど、頭はこんなもんですね。でここ胸のところ斜めにことがっているので、内側にでもちょっと一回折って真ん中をちょっと膨らませるような、丸くするような感じで折ってあげて、また突起みたいにね、板状の出っ張りにしてあげてます。でまあこれはどっちでもいいんですけど、ここですね、この紙をちょっとまあへこませてあげてもリアルかなと思うので、お好みでへこませてもいいのかなと思います。滑る、ちょっとむずいな、こんなもんか。ちょっとへこませて、まあ、つまむと、こんな感じかな。はい、顎、頭、胸はこんな感じで作ってます。こういろいろ要素は取り入れたかな。前足いきます。折り上げた状態で外に斜め折りしちゃうのがいいかなと。で良きところで斜め前に折るとこんなもんじゃないかな。本当はねこの胸のあたりから出るんだと思うんだけど、これで
体とのバランスを見て調整しましょう。はい、こんな感じでガゼラチェアクワガタの頭完成です。折っていく、白長四角折っていきます。顎のところがもしかしたらちょっと分かりづらかった、難しかったかもしれませんね。まあ、毎回そうか。でもなんかやり方が見つかって、これ再現度高いんだねっていう折り方になりましたね。色付き三角折ってきます。はい、では三角形に閉じます。折れたら三角を4回折っていきます。溶かしてからさらに三角、体細く折るクワガタの折り方でいいと思います。こちらの方向で三角さらに折っていきます。4回折ってください。裏返さずに上の紙を溶かしてから三角を折ってください。やっぱりオレンジが使いたくなるな。このオレンジがめちゃめちゃ、上の紙と下の紙で合わせます。開いてずらして折ります。まっすぐでいいかな。裏側も開いてずらして折ります。六角形に戻します。角と角で折り下げます。この線を越えるぐらいで逆ですが、線を越えるぐらいで三角折ります。こんぐらいかな。外側を折っていきます。こんなもんかな。ちょっとここが幅広く、お尻の方が小さくなるように折ります。同じぐらいで折ります。はみ出てる分を反対側に折っていきます。反対も同様。しっかり折り線をつけたら戻して六角形にします。開きます。山折りします。三角形で山折り、先で折ってこちらも山折り、中を谷折りしていきます。閉じておきます。反対も同じ。はい、後ろ足も折ります。後ろ足はこの枠線を山折りしていきます。はい、ここ山折りです。で先を山折りして、中の線でへこませておきます。閉じます。こんな感じで閉じます。反対も同じ。閉じます。戻して
て後ろ足からこの辺にちょっとラインが折った線があると思うんで、ここで外側に斜め折りして折り返します。で先を細く折ってもいいかなと思います。こんな感じですかね。こんな風に折ってます。反対も折り返してをで、ここつまんでこっち支えながらこんな風に立てて持ってもいいかな。中足折ります。線に合わせて横に折って横に折って細く折りまして、でできればつまんで細く折ってもいいかなと思います。前または後ろ、前ぽいですけどちょっと邪魔なんで後ろに下げとこう。つまんで置いてください。縦に折ります。ちょっと体長い気がするな。これぐらい折っとこう。小さい三角に折ります。先を三角か開いて折り線でへこませます。これぐらいかな。へこませたらつまんで開いてください。中で三角に折ります。三角じゃない、はい、中で折ります。起こします。反対側に倒します。でこちらを戻してもらって、裏側でちょっと三角に角を折ってあげるといいかと思います。いや、また夏は終わったけど、生き虫はね終わっちゃってるけど、こう折り紙のねシーズンになって、室内でたくさん夏に思いを馳せながら折っていただけると嬉しいですね。いいよ。こんな感じでガゼラツヤカワガタの体完成です。合体していく。体に両面テープ貼ります。三角少し残して貼りまして、はみ出たところを折り返しておきます。体のこの三角のところをちょっとこう開けて差し込みます。バランスよく貼り付けてあげてください。長いな思ったより。はい、こんな感じでガゼラツヤクワガタの完成です。というわけで今回はガゼラツヤクワガタ作ってみました。難しかった人も諦めずにまた挑戦してみてください。この動画が良かった人もそうでない人もグッドボタン、チャンネル登録まだの方もそうでない方もチャンネル登録してくれたら嬉しいです。拡散転載宣伝もよろしくお願いします。あなたの高評価、感想やリクエスト、コメントが工作、動画編集の力になってます。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。中央でした。バイバーイ。